キーパーのカーコーティング綺麗への挑戦。独自のコーティング技術が汚れを弾いて綺麗が続く。汚れ流れ去れ、綺麗のピーク、キーパー。レーシングドライバーの中山由紀です。今日はインタープロトシリーズ IPS の、レースで使用されている車という名前のですね、マシンを紹介したいなと思います。まず全体見てもらうとですね、すごいこう薄っぺらい、重心が低そうだな、コーナーが速そうだなって思います。レーシングカーといえばリアウィングだと思うんですけど、この車にはないです。リアウィングって車のこう性能を高める一つのパーツなんですけど、このインタープロトの一番の目的っていうのは、ドライビングコンペティション、ドライバーが誰が速いのかっていうところが一番の、目的なので、その車の性能は高くなくていいわけですね。であとはこうレースを面白くさせる一つの要素として、やっぱバトル抜き合いっていうのがあると思うんですけど、ウイングがあることによって、人の後ろについてしまうとダウンフォースが減って車の本来の力を発揮できないので、バトルがどうしても減ってしまうんですね。フォーミュラのレースとかって、一列渋滞になっちゃってなかなか追い越しがなくてつまんないっていうところもあると思うんですけど、このインタープロトはもうレーシングカートみたいです。毎週毎週順位が入れ替わって、見てる人も楽しいし、やってる人もすごいドキドキするし、やってる方もチャレンジングで楽しいレースになってます。でですね、この、どれぐらいの速さかっていうと、富士スピードウェイを1分43秒ぐらいで走るんですけど、GT300 に出てる車の、そうですね、5秒落ちぐらいかなっていう感じです。で、コーナーのスピードはすごく速いです。直線はですねそんなに速くないんですけど、直線が速くない方がやっぱバトルが増えるっていうのもあるんで、その点もいい点かなと思います。でこのインタープロトの車なんですけど、全部、ほとんど全部ですねが国産で、作られてます。日本のレースってどうしてもこう海外の車を買ってきて日本でみんなをレースでしようっていうような流れがある中で、このインタープロトはやっぱり日本のこの車を作る技術っていうのはすごく高いものがあると思うんですね。でその力を使ってレースの車を使って、なんでレースをしないなっていう、関谷さんの思いもあってですね、それを、がその思いがこの車の形になっているんじゃないかなと思います。もう見ていただいた通り、こうエンドレスのブレーキだったり、ブリットさんの、シートだったり、横浜タイヤを使っていたり、ボディ、車の設計はトムスでやっていってたりですね、国産で、日本人が作った車っていう感じですね。でまたどこのメーカーにも属していないので、トヨタのドライバーもいますし、ホンダのドライバーもいるし、日産ドライバーがいるしっていうところで、本当にこの車を使って誰が速いんだっていうのも、やりやすい車になっていると思います。それでは、車の中に乗り込んで、内装の紹介もしていきたいなと思います。すごくこう車高も低いですし、乗り込むのがちょっと、大変ですけど、これがまた、レーシングカーに乗ってるなっていう、感じがしますね。中はすごくシンプルです。ミッションはパドルシフト、です。なんで発進だけクラッチを使って、その後はもうアクセルとブレーキだけです。右足の人もいるし、左足ブレーキの人もいると思いますし、どっちでも、踏めるようなレイアウトにもなってます。でハンドルにはそうだな、ニュートラル、ラジオ、ピットレーンのリミッター、あとパッシングのライト、あとウィンカーですね、本当に必要最低限です。でこっち側はパワーステのボタンと、ライト、ハイビームですねと、ワイパー、あとメインスイッチ、 IG、 エンジンスタート、ブレーキバランスと、これはバックモニターですね。後ろにエンジンがついているので、エンジンルームの間を見れないので、後ろにカメラを積んで、そこから後ろを見てます。あとはこのエンジンマップ、この車耐久レースでも、24時間も全然走り切れる車になっていると思います。エンジンも、ミッションも、すごくロングライフなので、
耐久レースにも出れます。そういう時にはこうエンジンマップがあると、パワーマップだったり燃費マップだったりっていうのを、設定できるようにもなっているので、まあ、いろんなレースにこの車を使って参戦することもできます。インタープロットシリーズで使われている車の、紹介でした。いかがでしたでしょうか。この車を使ってですね、日本のトップドライバーたちが、熱いバトルを毎回繰り広げていますので、ぜひその模様をですね富士スピードウェイで、見ていただければなと思います。またこの車の助手席もいつもついてるんですね。で、助手席にお客さんに乗っていただいて、模擬レースを一周するんですけど、サーキットに来ていただければ、抽選でそのチャンスを獲得、して、その臨場感、ドライバーたちがいつも味わっている、熱量を感じていただけるかなと思うので、ぜひサーキットに遊びに来て、インタープロットを楽しんでいただければなと思います。